はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回はこちらの本日登場いたしました超星4未取得機体確定ピックアップガシャ、こちらの解説動画となります。まあ解説というか注意喚起ですね。はい、まあもう多くの方はねご存知かなとは思うんですが、まあ始めたばかりの方、初心者の方に向けたね、お話をね少ししようかなと思いました。まあね、担当直入に言いまして、こちらのガシャ引かないでいいですね。引いちゃダメですね。ね、もう絶対引くなと言ってもいいぐらいのガシャでございます。まあこのねガンダムウォーズにおけるダイヤ200のガシャは基本的には引く必要はないというか、引いたらダメなものばかりですね。うん。でね、まあもしね、もし今このガシャだけっていう状況ならね、まだね考える余地はあるんですけど、今ねお隣にねこちらねリリース1500日突破記念ガシャっていうね超お得なねガシャがまだあるんですよ。なのでもうね、どう考えてもどう転んでもこちらのガシャよりもこっちを22連引いて選べる星4チケットを手に入れた方がどう考えてもお得でございます。もうねこの仕様のガシャはねちょいちょい来てるんですよね。4周年とかも結構ね内容が若干違うんですけどもね、来ておりました。お一人様1回限りエース必殺技付き機体を含む11連ガシャ、特殊改造資材 MS のおまけ付き、ここの文言は全く同じかな。で今回ねちょっと変わっているのがこの下のリリース1年以内&未取得の特定星4機体1体確定ね、ここの文言がね少し変わってますよね。若干バージョンアップ一応ねしているというかね、リリース1年以内っていうのと、まあ、特定星4っていうのが過去になかった感じかな。とはいえね、ちょっと変えては来ているんですけど、若干超若干ねお得になっているとは思うんですけども、変わらないね、重要な部分は全く変わってないというかね。でその下のね、さらにレベルマックス星6にアップグレード、このね星6にアップグレードっていうのはねめちゃくちゃいいんですけど、で万能設計図90枚分がぶち込まれた状態で登場するということで、ただね問題は提供割合見ていきますか。はい、でまずね通常枠がまず 6% っていうね、もうこの時点で10体は 6% ずつの確率で排出されると。もうこの時点でさっきのね隣の1500日突破記念ガシャの方がここがね 15% なので、もうすでにねどう考えても確率的にもあっちを引いた方がいいわけですよね。で確定枠っていうのがこっちはまああるんですけども、確定枠ね 100% ただね未取得機体がまあ当たるわけなんですがね、こんなにも長くやっている僕ですらこんなにもねあるんですよね。 2.632% で何機体だ、30機体とか40機体未取得機体あるのかな。でここから1機体が星6の状態で登場するとね、もちろんね欲しい機体も中にはあるんですが、まあ、ね、闇鍋ですよね。まずねね、これを見ていただいたらわかるんですが、まず初心者の方は引く要素がないです。はい、ね、もうこれを引いていいのはね、もう数少ない、めちゃくちゃ数少ないね、もうほとんどこの辺の機体ね全部持っていて、ね、もう残り 2,3 機体とかそういう人がねコレクション的に引くそんなガシャでございます。はい、まずダイヤ200を使う価値はないですね。というわけで今現在ねこちらに超お得なガシャが存在している以上、こちらのガシャを引くメリットは全く持ってないですね。まあこのガシャがねあってもなくてもこのガシャを引く必要はないです。ガンダムウォーズにおけるダイヤ200ガシャは基本的にはスルーでお願いいたします。でそろそろねこのダイヤ200ガシャの仕様をね変えた方がいいと思いますよ、ヤブリンさん。そんなわけでこちらの解説は以上となります。ではね最後にチケットガシャの方を引いて終わろうかなと思います。ちなみにね
こちらね、リリース1500日突破記念とありますが、ちなみに本日ね、僕 YouTube を始めてちょうどね半年になります。はい、ということで半年記念という感じでいつも以上にね弾いていこうかなと思います。いつもはね11連で終わるんですけど、まあ22連ね。ね、こちらのガチャ基本的に22連引いて選べる星のチケットを取ったらいいという感じなので、まあ僕もこのね、星3以上確定チケットで22連今日は引いていこうと思います。はい。それでは行きます。お願いします。ほい、おー、いきなり来た。いいね。祝ってくれるのかな。さあ、どうでしょう。ほい、長い。おー、ゴールドスモ、星4。星4ゴールドスモ、いいね。ありがとうございます。星3じゃなくてよかった。ね。はい、ということで、出だしいいですよ。2連目いきましょう。はい、星3。ここで、ね、星3、スモが来たらね、面白いね。さあ、どうだ。あー、セラビー。はい、セラビー、ガンダム。正解。そして、3連目いきます。ほい、星3。キュベレプル2。プル2でした。はい、では4連目いきましょう。お、来た、星4。今日は来る方かな。さて、何が来るか。わかんない。ああ、カバカーリー。ありがとうございます。カバカーリー、ゲット。初ゲット。やった。やりました。新機体。新しめの新機体ゲットいたしました。カバカーリー使えそうね。うん。いや、嬉しい。ノックバックありますね。はい。これはちょっと育成しようかな。はい、ありがとうございます。ということで。はい。やっぱり今日はね、いい引きな気がします。では5連目いきましょう。はい、星3。はい、ここでゴールドスモ。ね、ゲット。星3。はい、では6連目いきます。はい、星3ですね。エピオン。エピオンなわけねえか。なんでエピオンって言った？なんでエピオンって言った？確かに似てるね。ディテールだったけど、そりゃゼータガンダムでしょうよ。エピオン星3ないよね。いやー、急に、急にどうしたって感じでしたね。自分。はい。まあ、ゼータガンダムわかりにくいんだよね。うん。でもなんでエピオンって言ったんだろう。はい。ではね、ラッキーセブン行きましょう。ほい、アンラッキー。さて、何が来るか。ほい、おお、ゴールド相撲。今日は相撲の日か。相撲の日ですね。はい。では8連目いきます。ほい、おお、星4来た。さて、あー、サタンみたいな、サタン？サタンみたいな。おろ。持っていなかった。いや、サタンガンダム持っていなかったのか、僕。あ、闇皇帝は持っていたのか。なるほどね。おお、すごい。新機体。2体。2体目。いや、嬉しい。ね、まあ、サタンガンダム、まあ、使えるのかどうかはね、微妙なところだと思うんですが、まあ、いいでしょう。はい。8連終わったのかな。では9連目いきましょう。ほい、星3。はい、レイダーガンダム。よし、正解。はい。では、10連目いきます。うん、やっぱりね、今日星4来るね。
今日はよく来る日でございます。んー、なんだ。おお、すごい。やば。やばい。またしても新機体、持っていない機体、未取得機体、ね。未取得機体のね、解説をね、していたら、未取得機体が、たくさん出てくると。いや、すごいね。10連で3体。ついに、リニューアルケンプファーゲットですよ。毎回毎回あの旧ケンプファーばっかり出てね。星6にもうなってるのに、出てきていたあのケンプファーが。ついに、あの、ステミケンプファーの方が出てきてくれました。いや、嬉しいね。こいつは使えそう。はい。いや、半年、ね、YouTube 始めて半年記念みたいな感じでね、弾いてよかったです。はい、もう終わってもいいぐらいなんですけど、まあ、弾いていきましょうか。今日は弾きがいいということで。いや、10連で新機体3体って、すごくない?ね、持ってますね、今日。はい、ということで。じゃあ、11連いきます。はい、星3。ゲルググ、射線ゲルググね。はい、正解。では、12連目いきましょう。流れを、この流れを維持して。はい、星3。カラミティ、ガンダム、正解。では、14連目いきます。14連目?違う。違うね。13連目か。え、どっちだっけ?13 連目だよね。うん。はい、デルタプラスね。はい、正解。でもって、でもって、14連目ですよね。はい、行きましょう。合ってる?え、星さん。はい、R ジャジャね。あれじゃじゃ、正解。はい。で、14連終わって、15連目いきます。星4来なくなった来なくなったね。はい、15連目。はい、あれじゃじゃ、連続。連続。はい。では、16連目いきましょう。11連で撤退でよかったか。引き際を誤ったか。はい。シャーセンゲルググ。よう来るね。はい。では、17連目いきます。ダメだ。ダメだ。10連で終わるべきだったか。はい。ヘビーアームズ。はい、正解。はい。で、18連目いきます。あ、ようやく、ようやく、ようやく来た。どうかな?流れ変わったかな?おい、なんでしょうね。ああ、フェネックスデストロイモード、古いやつね。うん。はい、では19連目行きましょう。おい、星3。はい、エクシアね。よし。正解。では、20連目?はい。うん。完全にね、流れがね、変わっちゃったね。はい、レーダーガンダム。ほい、正解。それでは21連目行きましょう。あー、ダメだね。コロッと変わったね。うん、はい。カラミティガンダム。やっぱり11連で終わってよかったな。はい。では最後22連いきます。もうカットしようか。あ、来た。一応来た。はい。最後、何が来るか。ねえ、なんでしょう。サタンガンダムまた来た。一回来たら出てくるね。うん。ずっと来なかったやつがね、今日1日で2体。すごいよ。うん。これは使わざるを得ないかな。はい。ということで、22連終了でございます。
はい、というわけで、ね、10連で新機体が3体来ましたね。いや、びっくり。未取得機体3体ゲットでございます。ね、チケットでもこういうことがあるんですね。まあ、ダイヤ200を使うよりよっぽどいいかなと思います。はい、ということで、今回の動画は以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク・ジオン。